試合おめでとうございます。勝利者インタビューをさせてください。できるだけ大きな声でお願いします。まずお名前をフルネームでお願いします。小島聖蘭です。ありがとうございます。次に所属店舗を教えてください。大宮東町です。ありがとうございます。今回の試合の感想を教えてください。内容もそうなんですけど、とにかく勝ちたかったので結果的には勝ててよかったなと思います。そしたら、最後に今後の目標ですね、教えてください。そうですね、これからも、次も3チームってしっかり勝ちきるような試合をして、どんどん成長していけたらなと思います。ありがとうございます。試合おめでとうございます。勝利者インタビューをさせてください。できるだけ大きな声でお願いします。まずお名前をフルネームでお願いします。森本幸子です。ありがとうございます。次に所属店舗を教えてください。はい、田町美香です。ありがとうございます。今回の試合の感想を教えてください。感想、できることだけやりました。でも全然いつも練習してることができなくて悔しかったです。ありがとうございます。今後の目標について教えてください。目標は、もし次試合あるなら試合に向けたい、もっと頑張って練習したいです。ありがとうございます。試合おめでとうございます。勝利者インタビューをさせてください。できるだけ大きな声でお願いします。まずお名前をフルネームで教えてください。柏翔吾です。次に所属店舗を教えてください。南美濃です。今回の試合の感想を教えてください。いや、初めての試合だったんですけど、手数があんまり出なかったんですけど、でも勝てたので次につなげていきたいです。ありがとうございます。最後に今後の目標について教えてください。今後はもちろんプロになります。ありがとうございます。ありがとうございました。試合おめでとうございます。勝利者インタビューをさせてください。はい、できるだけ大きな声でお願いします。まずお名前をフルネームで教えてください。中井翔です。次に所属店舗を教えてください。あ、つむさんです。今回の試合の感想を教えてください。いや、最初結構冷静に立ち回れてたんですけど、ちょっと体力もなくなって結構熱くなったんですけど、気を止めることなく勝つことができたので、ちょっと次は体力つけて最後まで冷静に戦いをしたいです。ありがとうございます。最後に今後の目標について教えてください。今後はまたちょっと、基礎と体力をつけてまた試合に出たいなと思います。ありがとうございます。試合おめでとうございます。おめでとうございます。勝利者インタビューをさせてください。できるだけ大きな声でお願いします。はい。まずお名前をフルネームで教えてください。はい、小宮陽生です。次に所属店舗を教えてください。赤羽です。今回の試合の感想を教えてください。手を振って終わったです。最後に今後の目標について教えてください。はい、もっと試合出て、手を勝ち続けたいと思います。ありがとうございます。試合おめでとうございます。ありがとうございます。勝利者インタビューをさせてください。はい、できるだけ大きな声でお願いします。はい、まずお名前をフルネームで教えてください。中村健太です。次に所属店舗を教えてください。ファイティングラボ松本。今回の試合の感想を教えてください。今回ちょっと急遽会場変わってみんなきつかったんですけども、なんとか皆さんの協力のおかげで無事計量パスできて勝つことができてよかったと思います。ありがとうございます。最後に今後の目標について教えてください。そうですね、またもう一個チャンスがあれば出て、この大会ゲームも出ていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まずお名前をフルネームで教えてください。沢田勝です。次に所属店舗を教えてください。店舗は秋葉原駅前で、練習はこの中でやってます。ありがとうございます。今回の試合の感想を教えてください。すいません、めちゃめちゃ泥試合やっちゃいました。また次頑張ります。したら今後の目標を最後に教えてください。はい、はい、また次の試合出て、次はキック試合で勝ちたいと思います。チームおかちに一言お返しは、ありがとう、おかち町チームにいつもお世話になってますので、次しっかりとまたキックで勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございました。